にゃーんにゃーんって。にゃ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 ーん。はーい、こんにちは。ちょっと眠たくて、ご機嫌悪そうなダンちゃんですけれども。ありがとう。今日はですね、かいちゃんが実家の方にですね、野菜を取りに帰ってくれているこの時間にですね、夜ご飯を作りたいと思います。そして、その夜ご飯というのはですね、じゃじゃーん。玉ねぎ。薄くて柔らかくてめっちゃ甘いですよね。新玉を使ってですね、めっちゃ簡単で、そしてなんせ安い、お家にあるもんで作れると思うので、新玉を使った夜ご飯を作っていきたいなと思います。そして、夜ご飯をちょっとこう作りながらなんですけど、最近、私たち若の家はですね、暖房ハウス、新しいお家を計画をしています。少しずつなんですけれども、計画を進めていってるんですが、実際のところ実は私はすごくそのお家を建てるとかお家を買うっていうことに関して全然乗り気じゃなかったんですよね。そういった中でいろいろ話し合いをして、考え方が変わっていくようになったっていう気持ちの変化っていうところもちょっと話しながらね、作っていきたいなと思います。かいちゃんは編集をしながら私の本当の気持ちを聞いていただけたら嬉しいなと思います。では始めます。それでは材料の紹介をしていきたいと思います。何ですか、ダンちゃん。ダンちゃんも紹介しますか、ダンちゃん。はい、玉ねぎでハムを使います。この2つがメイン。安っ。サラダはトマト、レタス、ささみ。このささみは安かったら私絶対買うんですけど、なぜかというと、ダンちゃんの夜ご飯も手作りでお休みの日は作ってあげようと思ってるんで、ダンちゃんの夜ご飯と、ね、私たちのサラダにもちょっと肉っ気が少ないので、ささみを蒸したやつで作っていきたいなと思います。ちょっとささみをね、予告っていうか、ダンちゃんのご飯と一緒にちょっと下味つけたいので、これはダンちゃんが食べても大丈夫な鰹節で出汁を取っていきます。ささみの筋取ります。なんかね、めんどくさいよね、この筋ってさ、意外とさ硬かったりしてさ、なかなか取れないですよね、これ。はーい、でね、筋取ったんでいただきます。あ、これ玉ねぎを使うんですけど、玉ねぎはまあ頭を落としてもらって、前まではすごいピーマンって言ってたんですけど、ハマると長くて、今は、玉ねぎ入れております。まあこんな風に玉ねぎさん頭落としてもらって細長く切ります。こんな感じで、まあ4つぐらいに切れたらいいな、まあ、こういう感じにカットしてください。この玉ねぎさんにロースハムさんはですね、まあ、ちょっと食感欲しかった2枚ぐらい、ちょっと分厚めでいきましょう。いろんなパターンを作ります。こんな感じです。玉ねぎにハムを挟むだけ。ちっちゃいやつだと違うパターンで、ハム、玉ねぎ、ハム、これもあり。これが今日のフライになります。まあ、塩コショウしてもらって、塩コショウ。次は小麦粉が、卵とパン粉つけていきます。目の入れ手です。そしたらちょっとパン粉つけながら、最近あったお話とかもちょっとしていきたいなと思います。以前の動画でもちょっと話させてもらったんですけど、暖房ハウスをね、計画していこうじゃないかっていうことで、そうね、年末ぐらいからね、いろいろちょっと夫婦でね、いろいろ話してたんですよ。ダンちゃんをお迎えしてからもうすぐ1年になるんですけれども、実際のところなんですけど、今私たちこのペットの飼える賃貸に住ましてもらってるんですけど、まあ、駐車場とか込み込みすると家賃がなんとね9万円を超してるんですよね。非常に高いじゃないですか、家賃。でも2人共働きですし、この辺っていうとやっぱりちょっと田舎なので、ペットが飼えるっていうところもあまりないんですよね、住めるところがね。それでまあ探したら、まあ仕方がないかなっていうことで、ここにずっと住んでるんですけれども、もうすぐ2年になるんですけどね。こんな感じで
まあ、ダンボも恩返したことだし、ずっとこの先その9万円10万円近くを払い続けるんであれば、もうこれから引っ越すこともないダンちゃんのお家っていう、ストレスのないようなお家っていうのを探してあげるっていうのもいいんじゃないかなっていうことを、あのかえちゃんの方からずっと話をされてたんですよ。ですね、で私自身はちょっとそれに対して、うん、そうやな、そうしようっていう、そういう返事がすぐできなかったんですよね。で、そのできなかった理由っていうのは、やっぱりこれもちょっと年の差のことでなんですけど、私的にね、やっぱり私って早く年をいっていくじゃないですか、かえちゃんに比べてね、20歳も早くね、21歳か。で、そうなった時に、こう自分が病気になってしまったりとか、なんかこう迷惑をかけるような状況になるっていうのはわからないじゃないですか。そうなった時にね、家のローンがあったりとか、私も働けなかったりとか、まあ、かえちゃんにばっかりこう負担をかける風になるんじゃないかなと。まあ先にね、言ってしまう私はすごい簡単に、あ、いいんじゃない、家買っていいんじゃない、買っちゃおう買っちゃおうみたいな、なんかそういう無責任な感じのこう答えが自分からは全然出せなくって、やっぱり迷惑じゃないんですけど、かえちゃんにちょっと負担をかけることが多くなるんじゃないかなっていう、なんかそっちのマイナスのことばっかりしか考えられなくって、返事が全然できなくて、その話進められないでいたんですよね。マイナスなことばっかりをどうしても考えてしまう自分がいて、でもなんかかえちゃんはすごくもう諦めることなくね、そういうお話をすごいしてきてくれるんですよ。なんだんちゃんとか言って、だんちゃんそんなんがいいなとか言って、だんちゃんと一緒にね語りかけてきてくれてて、あ、そうなんやなと思って、私もちょっとメリットっていうか、マイナスな部分だけで考えるんじゃなくて、プラスの部分でね、か考えられたら、私も考え方がちょっともうちょっと柔軟になれるんじゃないかなと思って考えてみたんです。その時に考えて思ったのが、賃貸でお家をずっといたら、まあもちろん転々と移りゆくっていう可能性も大きいですし、その中で私とかいちゃんが2人で過ごしてきた家っていうのも、引っ越していくとちょっと思い出も薄れるじゃないですか。でも2人で買って、2人で一生懸命仲良く暮らしてきた家っていうような、そういう思い出っていうのも残してあげれるんちゃうかなと。私っていう影をね、ちょっとでもなんか忘れずに覚えてもらえる景色っていうかな、そういうのっていうのは、もう引っ越すことのないお家であったら、ずっとこう積み重ねていけていいんじゃないかなって思うようにもなって、私が先に行った後にかえちゃんに残してあげれるものっていうので、目に見えて残るもので何か残してあげれるものって言ったらないなって思った時に、思い出のお家をずっとかえちゃんに残してあげれるんじゃないかなって思う。で、じゃあ一生懸命、私もありがたいことに正社員で働かせてもらってるんで2人のお家や、ランちゃんと3人のお家や、これからもっと増えていく家族っていうところを夢に持って進めていけたらいいなっていう気持ちにちょっとなってきました。はい、こんな感じです。パン粉つけました。はい、これはもう揚げるだけで、もう玉ねぎは皆さん絶対ご存知だと思うんですけど、揚げるだけで柔らかくて甘みが出るので最高に美味しいですので、やってみてください。はい、じゃあ次はサラダ作ります。出たー。ほんまにあれですよね、何すんのもご飯高くなりましたよね。厳しい世の中ですよね。だからすごくかえちゃんが週末にいつももらってきてくれるお野菜っていうのは、私たちは本当に助かってるんで、これに感謝ですね。ありがとうございます。で、さっきの続き話していきたいと思うんですけど、またしっかり決まったらですね、お話ししたいなと思ってるんですけれども、まずやっぱり土地から探さないとダメじゃないですか、お家って。それで2人でこういう気持ちをお互い言い合って、じゃあそうしましょうってなった日から、まあお互い仕事をしてるので、なかなかこう2人揃ってそういうの探しに行ったりっていう時間もまあなかなかなくて、
まあ、時間を見つけては1時間とかだけでも探しに行ったりとかしてる日々なんです。それで、ちょっと何個かもう候補が決まってまして、ようやく、もうすぐですね、もうここにしちゃうぞっていうところまで今やっとこう進み始めてるって感じになります。ちょっとね、今住んでるところから、離れてしまうんですけれども、場所的には本当に静かなところがいいなと思ってたっていうのが、まあ、2人とも思ってたことでもあるので、さらに田舎になるんですけれども、いいかななんて思いながらっていうのはありますね。なんちゃんの兄弟もね、家族をちょっと増やしてあげたいなっていうところもちょっと考えてまして、はい、レタスで大好きなトマト入れます。家族はですね、ちょっと猫ちゃんなのかワンちゃんなのかお猿さんなのかハムスターなのかペンギンなのかとか、なんかもうね、わけわからんぐらいね、迷走してるんですけど、まあ、動物が好きなんで、とってもなんかいい出会いがあったらぜひお迎えしたいなって思ってるんです。なんか多頭飼いをした方が、動物ちゃん同士の寿命もなんか2年ぐらい伸びるっていうようなお話を聞いて、なんかそれなんやったら絶対そうしてあげたいなとか勝手に思っちゃったりとかして、なんか可愛いですよね。こんなに動物同士がこう丸くなって寝てたりとかね、お互いの体舐め合ったりしてね、ねんねんしてるのとか見たらなんかもうキュンキュンしますよね。そしてこちらがさっきのささみね、茹でたやつですけれども、ダンちゃんは2本あったらいいんで、普通に何も入れない、鶏だけを湯がいた足しでもさ、ダンちゃんすごい美味しそうに飲む。この中にこれを手でほぐしていきます。入れましょう。ささみ、トマト、レタスですよね。ちぎりました。できたので、ドレッシング。ドレッシングはいつもの簡単な感じでやります。はい、オリーブオイル。今日はささみなんで、あっさりポン酢味にしようかなと思うんですけど、やっぱりレモンもちょっと入れましょう。あ、適当ですいません。で、アーディーポン、塩、コショウ、よう分からへん、ヒマラヤガイン少々入れます。混ぜ混ぜして帰ってきたらご飯しましょう。はい、帰ってきました。ありがとう。おー、これやばいっすね。もうね、最近玉ねぎめっちゃ余ってるんですよ。もうまん丸でいいよって言うぐらい、もう玉ねぎ最近余ってる。そんなんもう火通るの無理やね。そうね。はい、じゃあ今からご飯するんで。行きます。ありがとうございます。いつも行ってるよ。もう毎日です。今日もいろいろお話したから編集よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。何話しました？3時間。はい、無理ですよ、そんな。はい、何を食べようか。何を食べよう。来ました。ごめんなさいね。これ、今日のダンちゃんの手作りご飯です。鰹節とささみ。ダンちゃん、美味しいじゃん。何で食べる？で、おちんは？おちんは？はい、お家できましたね。はい、どうぞ。ね、はい、そして、なんと、私の大好きな玉のネギでございます。見てください。これです。大きい。これでございます。いや、もう食べなかったね。もう、何本あってもいいんだよね、今度。早速、はい、いただきたいなと思います。いただきまーす。いただきまーすの前に、というか、あと、やっぱりね、キューパーぐらいですよ。乾杯。すぎちゃ、バコン行っていいっすか一回。いいですよ。ちょっとキャパ、ちょっともう持てへん。刺すわ。いきます。そうなるよね絶対。まあ全然ばらけるからね。うん、いただきまーす。うまっ。ちょっと待って、これやば。うんふん。うん、毎回こういうさ動画、毎回同じリアクションしかできへんのが、うん、すごいちょっと申し訳なくて、ひこものの動画見るわ。玉ねぎのほう、うん、うまっ、中何入ってるのこれ。ハム、うん、うん、サラダは今日はポン酢風、
さっぱりする。え、ほんで今日何話したんですか？いつもこのトークを楽しみにしてる人もいるんです。今日はね、新しいお家、田んぼハウスについてちょっとお話したんだけど、まあ内容的には軽く言うと、まあ私って最初反対って言って、まあそうね、否定派やったら、もういいやん別にって感じやったんやけど、持ったとてないみたいな、私はもうみたいな、そうそうそう、もう私先長くないしみたいな、そういう考え方だから、デメリットしかなかったんやけど、メリットっていう方で考えるようにして、で、まあ、かえちゃんの、なんていうか、アホじゃないんですけど、はい、なんか、かえちゃん独特のこう発想っていうか、そんなこと無理やんって思うことでも、なんかこう、具現化できていくっていうか、かえちゃんが、ね、頼もしいと思ってきたこの10年でもあるし、なので、ちょっと最後までね、ついていきたいなっていうようなお話をしてた。まあそうね、まあ押しのけたからね、どっちかですね。まあ、だってさ、私がいますから。別に無責任とかないと思うよ、普通に関係ないと思うよ、そんなもん、だってそんなもんないとしても一緒の話だからさ、どっちかが何かあったらも知らないわけや、それは、うん、ちょっとね、土地とかね、まあもう聞いてるかもしれないですけどね、ちょっとね、いいとこ決まりそうかなみたいな、ここことこことここいいんちゃうかなっていう目星とかあるんでね、決まったりしたらね、そんな動画も撮っていけたらななんて、はい、はい、思ってます、ね、なんちゃんのキャットウォークとか作れたらいいなって思ってるな。もう寝てるやん、あんた。眠たいんやん、なんちゃん。名称もう読めやん、あんた。結構ね、これ、もう噛んだら崩れるって思ってください。うん、綺麗にそのまま食べれるもんじゃないんですよ。ねえ、だこう、ナイフとフォークな、切ってから食べてくれたりね、お箸やったら、非常に甘いですよね。めっちゃ甘い。新玉はね。めっちゃ甘いし、めっちゃうまい。よかったら作ってみてください。はい、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。それではまた、それではまた、ありがとうございます。また次はもう新築で会いましょう。早っ、早すぎやん、まだ何も決まってわらの家